ジンが待ってる。ここをタップしてバトルに向かおう。バトルスタート。本当にこれが多分。でも僕のあれはこんなに大きくはない。それはまた君たち二人、さっきまでのあの度胸はどこに行ったんだよ。シド、大丈夫だ。わかりました。鉄工事、耐えろ。絶対に耐えるんだ。シド、自分を信じて。僕はできる。まさか二人のエナジーがこんな形で奮い起こされる。エナジースキルは参加者全員がそれぞれ持っている強力なスキルアイコンの上の数字は発動に必要なエナジーポイント。ここに表示されているのが現在のエナジーポイント。さ、エナジーが溜まったみたいだね。エナジースキルを発動しよう。僕の召喚に応じてくれ、大スパルタ。俺の番だな、ベクトルクラッシュ。俺たちはやりましたね、ジン。闇のそういえば他のダークサイドモンスターの体にも。え、ちょっとちょっと、何。鉄鋼獣が暴走した原因を分析しているんだよ。今言えるのは今回。そっか、よかったね、シド。これでもそう、つまり僕の召喚は。気を落とすなよ、シド。また次のチャンスがあるって。諦めない限りいつかきっと成功できる。いつかですか。うん、みんなありがとう。それじゃ、君の確かに機器は参加者のエナジーを高められるようだ。だが、さっきのは。おい、今やけに落ち着いてたけど、なんて。ん？
じゃない、正直に言え。話をそらしたな。なんで急に行くんだよ。出てー、誰か、何か誰かが助けを呼んでいるようです。チビスパルタがあっちにいるって。行ってみよう。おい、お前たち何者だ。ここは起点名が任務を執行中だ。関係ない奴はさ、見て、この人の周りにいるのはこいつの仕業だったのか。これだけの数のダークサイドモンス、関係ない奴が手を出すな。僕の召喚に応じてくれ、大スパルタ。
今さらビビっても遅いぞ。ここはもう我々起点名のもんだ。お、あるいは、あら怖い怖い、あれを出せ。あれって何？このバイ、くそ、まだとぼける気か。やめろ女。僕の召喚に応じてくれ、大スパルタ。暗き夜よ、我が力となせ、ステラムーンブレイド。大丈夫か？うん、助けてくれ。大したところで、あいつらは誰？どうして君を？確か起点名と名乗っていましたね。え、起点名だ。参加者が最近じゃ、データによるとメンバーは基本もともとランクの低いやつらばかりだったが。なんて卑劣な。放っておくわけにはいかない。俺たちで奴らのアジトを全部叩き潰そう。あ、じゃあどこにあるか分かっているのか、奴ら。それはアジトがどこか私知ってるわよ。本当か？うん、私はカイリ。さっきは助けてくれてありがとう。まだまだ未熟者ですが、全力でお守りしますので。おいおいおい、君たち決める前にこっちの意見も聞いておく。あ、そうだ、裁判ロボットだよ。最上級裁判ロボット。俺たちのダークサイドモンスター調査に付き合ってくれてる天使さん。へえ、天使。俺も天使に指導し、私にもそのチャンスがあるの。君まで。わかった。目標はなあ、また正体不明の人物をチームに入れて。なわけないだろう。私、特にあの回なあ、凹凸大会がこうなってしまった以上、もっとよい。
ここから参加者管理画面に入ろう。ここをタップして参加者のスキルレベルを上げよう。レベルアップ。次はエナジースキルのレベルを上げよう。レベルアップ。必殺技のレベルも上げよう。レベルアップ。召喚機能が解放されたよ。もっと多くの